楽天、逃げ切る。ロッテ楽天12回戦、楽天がロッテに4対2で勝利。楽天勝ったで。完封できなかったのが痛いな。つまらんな。うちよかったな。投手リレー頑張った。打線も長打に足も加わっていい試合やった。ロッテ負けました。もう完封されなくてよし。正午のホームランは嬉しい。高めがいないと打線機能しないな。楽天先発打ち 5.1 回無失点。うちくん仕事したわ。うちアクシデント思えば素晴らしかった。うちスリーボールになっても今日はこん負けしなかった。楽天リリーフ則本1回2失点。則本しっかりしてくれよ。まあ普通に則本調子悪いっぽいな。則本マジ頼むわ。ロッテ先発メルセデス7回3失点。ベンツよく頑張った。ベンツは9大点点のには投げた。ベンツは仕事したぞ。ロッテリリーフ西村2回1失点。西村かんな。まあ西村は投げてくれるだけありがたい。西村も敗戦処理でしか使えんな。楽天打撃成績辰巳先生ホームラン。辰巳素晴らしい。メルセデスから8得点辰巳。フランコツーランホームラン。フランコ両方当たり。フランコ時は確率低くても当たりが入ってる。オゴタイムリー。オゴ上がってきたな。オゴの打球やっぱ鋭いな。ロッテ打撃成績中村ツーランホームラン。中村翔吾がまだやれそうで安心した。中村今日は仕事してたわ。ご視聴ありがとうございました。話題の野球情報をお届けしていますので、チャンネル登録をよろしくお願いします。